はい、おはようございます。福井県住松芸人の三木高田です。今日はちょっと福井に向かってるんですけども、こちらメープル風味ドーナツ、ね、いつもミニストップさんで朝ごはんお騒がせます。すごい福井に行くときは、あ、2個入ってた。うまっ、甘っ。もう僕の好きなタイプのドーナツね、これ。甘すぎる。さあ、今日のは学芸会ですね。うん。学芸会を使った一発ギャグ、お願いします。はい。今日は、皆さん待ちに待った学芸会でございます。浦島太郎をやりたいと思います。では、用意、スタート!神を竹すげて、玉手箱!召し上がれ!いや、ちょっと、やばいね。今のは、ちょっと最初の甘組が、ちょっとひどかったせいで、ね。神を竹すげて、神を竹すげて、玉手箱!なんか、ちょっと思ったんですけど。まあ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 、はい、ちょっとひどいギャグになりました。すいません、本当に。いつも、この動画を見てくれて皆さん。なんだこの動画はって思ってるかもしれないですけど、本当に、ね。ちょっと終わり方がわからないんで、まだ喋ってますけど、今日も一日頑張りましょう!まいまい。そして YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Facebook、Instagram フォローよろしくお願いいたします。